題始ままりましたもちんチャンネルです今回はですねそうですタイトルにある通りはい私はこの10月9日ですね、えー、でただいびをやめることとなりました、えー、今日までねなんで発表がないんだっていうふうにすごい 来てたんですけど、まあ、ちゃんとルールとしてね、ちゃんと決まっていたんで、この日に発表で、それの前に発表しないでくださいということになってましたので、だから今日まで、えー、だから発表したくなかったとかそういうわけではありません。はいで。で、まあ、当然ね、一番みんなが気になっているのはそのね、理由だと思うんですけど、まあ、簡単に言えば、まあ、できないことがあったからって感じですかね。 詳しくはやっぱり守費義務ってちゃんとありますからそれがあるので話すことはできないですけども今後そうですねそれ,それではこう自分のやりたいことができなくなってしまうのでできませんというふうに言ったって感じですでそれでまあ話し合いが続いてで今日に至るって感じですね。 でまあ、いろんな人がね「そただえびは僕が作ってて運営してるものだ」と思ってる人がすごい多いんですけど、えー、そうではないので、えー、だからなくなるとかっていうことはありません僕が抜けたからと言ってですね、えー、その運営がなできなくなるとかっていうことは全くありませんのでそのまま、えー、残ります。でこれで別にあの 縁を切るとかそういうことでもありませんので、講師たちとのコラボとかっていうのは普通に続いていくと思いますし、あの授業もねいきなりなくなるとかっていうことはありませんので、僕の授業置いてあるやつねそのまま見ることできますし、えー、言ってた通り、えー、テキストもそのまま一応出す予定にはなっていますね。じゃあえっ、ー、と公認、新しい講師はどうなるんだとかですね、その辺は全くわかりません。僕は何も聞いていないので、誰がやるとかっていうのも全く知らない状況です。 別にそのね、その新しい人が入って、それでコラボしないとかいうことはないですし、全然その可能性だって普通にあると思っています。まあ、誰だか分からないのでね、何も言えないですけど、新たなそうですね、授業動画とか、まあ一応ね、タダベでは基礎の動画をこう出してくださいって言われてたんで、その基礎の動画を出しました。まあ今後自分のね、えー、チャンネルで出していくかどうか分かんないですけど、他のチャンネルを立ち上げるとか何もまだ決まってはいないんですが、 やっていく場合は別にあの基礎とかあの縛りはありませんので、自由にいろんな授業を出していけるんじゃないかなっていうふうには思ってます。で、あと、まあいろんなね。ところがやってますか？どこからか圧力をかけられたんじゃないかとかそう、そういうのは全くないですし、お金の問題とかでもありません。全然お金もらってないから辞めたんだとかっていうのでもないです。まあ,まあ毎日ね。2時3時まで一生懸命やりましたからね。先週したりとかやってて。まあ大変。は 大変でしたけどね。まあ、初めて白髪が出てきたりとかね。<laughs> まあ今後これより大変なことはあんまりないと思うので、まあ、いろんなことに今後耐えられるようになるんじゃないかなと思いますけどね。相当大変なことがあっても、まあ、これを考えれば乗り切れるんじゃないかなっていうね。そういう、まあ、糧になってくれるんじゃないかなと思ってますね。 まあ今後についてはまだ考え中ですが、まあその明日土曜の出る動画までに、一生懸命考えて、ですね何をするかとかっていうのを考えていきたいかなと思います、もちろんあのコメントでね、こういうふうにやってほしいとかっていうのはね、全然考慮いたしますので、ぜひ言ってくださいななりと、よう頑張ったな。